両親のカレンダーもらった、ありがとうございます。嬉しい。もうチェックしてくれてる方多くて、両親のカレンダーはサインもいくつか書いたので、きっとどこかに存在します。あと4年 B の事務所にも、マネージャールームにもカレンダー貼ってありました。だそうです。さあ、じゃあそろそろ終わりたいと思います。ランキングアップしますね。夜もします。13位みのり、ありがとう。12位みおい、ありがとうございます。11位かほちゃん、ありがとうございます。10位まゆちゃん、ありがとう。9位はるちゃん、ありがとう。8位けむりさん、ありがとうございます。7位れいちゃん、ありがとうございます。6位まりちゃん、ありがとうございます。5位眠い朝さん、ありがとうございます。4位かりんちゃん、ありがとうございます。3位りーちゃん、ありがとう。2位はななちゃん、ありがとう。1位はりょうたろうくんです、ありがとう。皆さんありがとうございます。ではまた夜公演の後します。バイバーイ。そんなさ、無言の配信ある？初めてなんだけど。かりんさんです。イエイ。かわいい。ショールームの画質も違うんじゃないの？画質違うんですかね。今日から iPhone なんですよ、正式に。正式じゃなくて、そんな時あった。どういうこと正式って？iPhone からツイートした時はあったんですよ、届いてから。ああそうなんだ。はい、でもなかなか設定が終わらなくて、なんか Android から iPhone に引き継ぎがなかなかできなくて、はい、大変そう。大変でした。やっと昨日終わって、よかった。今日から正式に iPhone なんです。ついに画質が良くなったんで、さっきかりんさんと写真撮ってもらったんですよ。Twitter for iPhone。 画質いいんかな。そう、ついにこちら側の世界に来ました。13じゃないです、11です。安かったんです、11が。安かったとか言ったか、11がね、一番新しいのに近くて安いのが11だったんですよ。そう、嬉しい。さっきかりんさんとだから写真撮ってもらったので、画質良くなったんで撮ってくださいって言って、後で載せます。後でかな、今日になるか分からへんけど、そのうち。そこでショールームしてもいい？ここおいでよ。え、でももう始まってんねん。こっち来いよ、寂しいじゃん。さっきまでかりんさんおってん。了解了解。さっきまでかりんさんおってん。はい。何色にしてたん？紫です。紫じゃねえわ、これ思いっきし緑やわ。何がリップの色？じゃあ iPhone。今日のね、お昼公演ね、若にゃにもらったリップにしたんですよ。めっちゃ可愛い、似合ってた。そう、タンプレでもらって、つけてなかったな。うん、ずっとつけてなくて、もったいなくて。綺麗言うとって、もったいなくて、ずっとつけてなくて。劇場で初めて若にゃ見ました。うわ、マジでやったね。で、どうやった？喉鳴った。で、それは今日初めて使って、なんかプラムみたいな、バーガンディみたいな色、どっちやねん、どないやねんみたいな色をもらって。え、どこのやつこれ？クラランス。クラランス。でもずっともったいなくて、ずっと使えてなくて。使ってや。そう、何ヶ月使ってなかったっていうぐらい。何で、やっと初めて使って今
めっちゃ色も強くてびっくりしてる。今年やって何回私プラムみたいな色、びっくりするぐらい色持ちいい。何回出れるですかね、出れるですかね。旅行お疲れ様でした、ありがとう。でもったいなくて使えへんかった、ずっと。ありがとう。何回ねえ、何回会えるんですかね。会えますかね、皆さん。なんか今日めっちゃ髪の毛食べてん。なおもろかったの。めちゃめちゃ髪の毛食べる。そんな食べるっていう。食べてんな思いながら。そう、ここで止めててよっかな。ピタ。ココピタ使わない。懐かしい。ココピタさんね。ココピタさん。ココピタやな。うん、商品名にさんつけてる感じ。またぎ声にたくさんね、出れたらいいけど、そう、あの順番待ちやからな、ほぼほぼね。あ、これ変な顔映ってんだよ。いや最悪や、変な顔映ってる。そう、私二人ですね、元から二人ですね。長杖どん、でもよく眠そう。あ、何暮らしなあかん。え、そう、え、忘れてた。何クリスマスかな、なんちゃらやろ。カッコ仮で作ってんの一個あんねん。何クリスマスだぜ、イエーイ。しょうもな、カッコ仮で作ってるから、こっから買いますって言ってるから、ああ取っちゃえばいいねん。いい作戦。萌えゼリフやろ。何、何言えばいい。そんなな、みんながみんなそんな萌えゼリフ言うようなアイドルやと思ったらあかんで。言われた前は初見です、こんばんは、ね、こんにちはよ。そんな、あの萌えセリフ、まあ、覚えたいんですけど、新しいこと。萌えセリフ、お疲れ様です。カリンさんですか。カリンさん、お戻りになられました。チャリできた、ナイスアイデア。チャリできた、ババン。ナイスアイデアってさ、はい、あちゃうわ、ナイスアイスみたいやな。え？え、どうしよう。今日のプレゼントは私。おもろおもろ。おろろろろろ。おもろおもろ。おろろろろろ。おもろ。わかった。クリスマスといえば、あんたが動くたびにさ、すごいカメラが揺れるよ。ごめん。クリスマスって何やろ。クリスマス何にもやそれ。クリスマス5日のウェルビーアイドル IQ 演だった。いや、もうほんまにね、ウェルビーアイドルも2ヶ月以上出てないんですよ。そうでな、そうでな、寂しい、はい、寂しい、はい。わかにゃからさ、寂しいって電話来た。ほんまに愛花が公演おらんから寂しい、寂しいって電話来た。しばらく出てないから。どうしよう、何にしよう。アンジュ、アンジュ、めっちゃアンジュ、影がアンジュ。え、アンジュ、萌えゼリフやった。まだ分かんない、今考えてんの。思い出したみたいな顔してんね。え、今日の夜ご飯は神経ちょうだい。どうしよう。でもこれ公演前に買ったあったかい飲み物やから、もう冷めてんね。ホットレモン。映ってるのは思いっきり映したというか。あ、映したごめん、揺れてる。締め切り明日やね。明日までにやらないから。え、今日じゃないんや。明日13。え、13日までに投稿しなか。あ、え、じゃあもう分かんない、明日でよくない。なんか明日絶対せえへん。明日ごめん。うん、じゃあ、だから今日考えて明日撮りたい。じゃあ、おう、え、あの汗かいたら前髪びちゃびちゃっちゃうから、その状態で映像残るのね。近重さん、近重じゃない。お疲れ様です。シーってやってきた。クリスマスやろ。え、明日撮ろうかな。じゃあ分かんない、
なんか考えて投稿します。もう15分やりました？やってない。15分だったってことにしたらあかんの？期限ギリギリにしない方が、なんでなんで期限ギリギリやったらあかんの？知らん。なんか審査基準があるのかな。大丈夫。あと4分くらいやって、しゃい。蜂蜜入りのホットレモン、レモン 1.5 喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしよう。いいよいいよいいよ、これにしようかな。いいよいいよいいよ、これにするわ、これにします。絶対はかん、喧嘩しやんといて、クリスマスに仲良く行こう。喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしよう。ドキッてしよう。なんて最低。なんて最低だ。あ、なんか足だな、大丈夫かな、よいしょ。喧嘩するなら高架線の下でサンタさんが通った時にしよう。喧嘩っていうワードを変えて。嫌なんだよ。サンタさん高架線の上通んの。そんな話。どうしたの。やばいよ。やばいやばい、これちょっと揺れてるの。やばいやばい。いやさ、なんかあれと思って、アンジそんなにやんか、ほらほら、うん、ただ飛んでるだけやのにさ、大丈夫かな。それやばい。ねえ、どうなってる。ヒュン。後ろにヒュン。これ送っとく。めっちゃおもろいそれ。だって映像って一生残るんですよ。もうあかんで。なあ、愛か。あ？映像やったら一生残るから。せやで、写真もやけどな。写真はだっていいよ。写真も文章も世に出た時点で何か残んねん。明日たい。15分経ちました。めっちゃえ、イルミネーションじゃなくて私見て。あ、それにします。パクらんといてや。いつの間にこっち行ってるんですか。紹介、めっちゃダメですよ。さっき行動とばっかりのに。一瞬待ってね。何周するんですか。面白いね、面白い。よだれ出そう。めっちゃおもろいねんけど。お疲れ様です。ほんまに面白いね、近重さんって。めちゃめちゃ面白いねんけど。ちなみに夜公演見に行きますよって方いらっしゃいますか。でもあのリプちゃんもランキングもランキング見ます。送ってくださってた方いました。13位ふみまるさん、ありがとうございます。12位タルタルタさん、ありがとうございます。11位ハットーさん、ありがとうございます。10位トリオヤジさん、ありがとうございます。7位エリピちゃん、ありがとうございます。8位カンナさん、ありがとうございます。7位ユウさん、ありがとうございます。6位ユキマコさん、ありがとうございます。5位シンシグさん、ありがとうございます。4位ジェノラニカウェグレさん、ありがとうございます。3位フロインベインさん、ありがとうございます。2位ズッチョンさん、ありがとうございます。そして1位が元気くん、ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに寒いな、体温めたい。夜公演落ちました。あら残念。あ、うう、あくび、なんか今日さ長いやのに、なんかここめっちゃライト明るいからさ顔色よく見えるな。嘘、ほんま、なんか目の色もめっちゃ茶色く見えるし。そう、7位2人おった、ごめん。めっちゃ長いなんですよ、今からこうするように見えんの。いいやん。いいやんいいやん。からこのさ絶対目痛なんねん、あいか。なんかあのクリアレンズをさちっちゃい頃からしてたからさ慣れちゃってレンズ入れるのに。うん、なんか舞台の時にさからこんつけてんけどさ、なんかめっちゃパサパサしてきて目が。確かにドライアイちゃん、わかんのもドライアイやし、カラコンとかコンタクトつけると目指しするんですよね、ドライアイやと。あー揺れる揺れる。イルミネーションのやつしてた。え、そうなんですか。じゃあダメージを。うん、15分経ったって。じゃあ終わります。夜公演もよろしくお願いします。さよなら、ありがとうございました。決めました。
業秘密決めた。